皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日はさせられない幸福という話をしたいと思っています。現代社会はさせられているみたいな感覚に対してすごく敏感になった時代だなというふうに思っています。例えば働き口がなかった時代みたいになってくると、仕事をさせていただいているみたいな言い方をする人って多かったんじゃないかなと思うんですけども、今ではさせられている、したくもないことをしているみたいな感覚でやっている人も一定数いるんじゃないか、なんならそっちが多数派なんじゃないかとさえ、思うことがあります。幸い僕が直接接する人たちっていうのは、すごく前向きにね、自分でやりたいことやってるって人が多かったりするんですけども、まあいろんなね、世間を眺めているとさせられている被害者みたいになってる人が多くて、まあそれはね、させられてるっていう風に認識してしまうと、誰だってねさせられたいんだみたいな人ってあんまりいないと思うから、モチベーションも下がるし、モチベーションが下がれば生産性も下がるし、生産性も下がればもちろん結果が伴わないわけなので、うだつが上がらないということになってしまうというふうに思うんですけども、それをさせられ続けている人生っていうのはやっぱり幸福ではないなというふうに思うので、今日はさせられない幸福についてお話ししたいと思っています。なんでさせられてるかっていうと、これタイミングの問題なんですね。まず前提として、まあ今日は仕事を例に話しますけども、前提として現代社会で、ほとんどね需要って満たされていると思うんですよね。まあ特に日本みたいな先進国においては需要って満たされてますよね。例えばコピー機を売る営業マンがいるとして、その営業マンが今すぐ辞めてもこの世界は何も変わらないし、その営業マンがコピー業界でねものすごい有名なセールスマンで、すごい業績を上げているとしても別に世界は何も変わらないし、コピー機を売らなかったからといって地球温暖化を食い止められるわけでもないと、その営業マンがね一人頑張ったところで SDGs ですっていうわけにもいかないと。どこかで売っても売らなくてもいいものを売ってなんとか評価されて生きているみたいな人が結構いるんじゃないかなと思うんですね。実際僕の会社にもコピー機の営業に来る人がいて、いまだに飛び込み営業をしてくると、でコピー機がとかって言ってくるんですけども、こっちはこっちでですね、コピー機あるし、なんならコピーあんましなくなってるなって思うので、よく仕事しているところに入ってきてコピー機いりませんかって言えるなって思うんですけども、かたやねそれを言いに来てる彼のことを考えると、おそらくというかどう考えても会社上司がですね、行ってこいと売ってこいと言ってるんだろうなというふうに思うんですね。でもしもねその人がコピー機大好きでコピー機愛してて、一人でも多くの人に自社のコピー機を届けたいって、そういう熱い思いを持ってね飛び込み営業してるんだったら、まあ、僕は迷惑だけども、まあその人を否定することはしない、好きにしてくださいと、むしろその熱い思いを胸に抱いて生きてくださいと、むしろさせられていない使命感でねやってるんだから、すごい幸福な仕事をされているなというふうに思うんだけども、おそらく自社のコピー機がこの世になくても困らないなってどこかで思っていて、かつ、まあ、自分自身いなくてもコピー機は誰かが売るだろうなと思いながらコピー機を売りに来ると、それはしんどいですよね。もちろん生活費を稼ぐための手段と割り切ってですね、まあ、しんどい思いしながら、今言ったなんか重要じゃないなと思いながらも自分の生活にとって重要ということで頑張って歯を食いしばって働いている人っていうのはいるんだろうなというふうに思うんだけども、問題はすでに需要が
満たされてしまっているという根本的なそのシステム的な問題とは別にですね、それはもう大前提としてあるんだけども、それとは別にたとえ生活費を稼ぐための手段だったとしてもですね、させられていない気分で働く方法があると僕は思っているんですね。じゃあどうやってそれをやればいいかっていうと、タイミングを自分のタイミングにするっていうことなんです。私は知る限りですね、今の日本でなんか奴隷商人にこう売りさばかれて強制労働をさせられてる人っていないと思うんですよね。少なからず自分の意思でそこにいると、まあ生活のためかもしれないけれども、会社のそのビジョンとか目的とかとは、別に共感していないかもしれないけれども、まあ自分の意思でそこにいると、させられていないんですよね、前提として。ところが会社が言ってくる、上司が言ってくる、今月末までにいくら売ってこいと言ってくる、それはですね、会社のタイミング、上司のタイミングですよね。そのコピー機の営業マン個人のタイミングではない。その営業マン個人が今月末までにいくら売りたいって思っているわけではない。もしかするとその営業マンは来月末までにこれぐらい売りたいっていう気持ちだったらあるかもしれない。タイミングを勝手に人から設定されて、それによっていわゆる会社で働くこと、コピー機を売ることにはコミットしてるんだけども、毎月いくら売るっていうことにはなんとなく自分のタイミングと合ってないみたいな、そういうタイミングのズレがさせられている、人のタイミングでやるということがそもそもさせられているということなんじゃないかというふうに思うんですね。もっと言うと、それは今社内の話だけども、コピー機を買う人にもタイミングがありますよね。コピー機を買いたいタイミングの人のところに自分が売りたいタイミングでたまたま行って、たまたま売れる、そしてそれが会社が言っているタイミングと上司が言っているタイミングが一致する。そうすれば会社も喜ぶ、上司も喜ぶ、自分も喜ぶ、お客様も喜ぶってことになるわけですけども、そんなことは世の中ほとんどないですよね。だいたい誰かのタイミングに誰かが合わせている、だから誰かがいつもさせられている。これはですね、全てを解決しようと思ってもちょっと難易度高すぎるので、おそらく社会っていうのは常に誰かが誰かに合わせている、誰かが、させられている状態にある、それが社会なんじゃないかなというふうに思います。自然な状態っていう意味ですね。もちろんだからさせられていて当然だから、させられていたらいいんじゃないっていうふうには僕は思わなくて、個人レベルで言うとさせられていない状態っていうのは作れるんじゃないかなっていうのが僕の考えです。ただしそれには勇気がいるなと思っていて、自分のタイミングを大切にするという勇気がいると思うんですね。自分のタイミングを大切にすると、それを貫くと、それはやっぱり周りのタイミングからずれるということでもあるので、周りからは批判を受けるかもしれないし、調整が必要になるかもしれない。そういった意味でですね、別の困難がつきまといますが、させられているメンタルではなく自分でしているというメンタルになるので、精神衛生上はですね、とてもいいんじゃないかなと思います。まあ、具体的に言うと、締め切りがある、今月末にまでにこれをやってくれと、そういう何か案件を自分は持っているとする。それは相手が設定した期限ですよね。もちろん一緒に決めたかもしれないけれども、まあ、多くの場合降ってくる締め切りというのはありますよね。自分がその締め切りにしたかったわけじゃなくて、まあ、いろんな兼ね合いの中でその締め切りが決まっていて、その締め切りが降ってくる、そういう場面というのはよくあると思うんですけども、その締め切りを守りたければ守ればいいし、守りたくなければ守らなくていいと。締め切り、ノルマ全部無視したところで死刑にはならないんですよね。まあ、日本の企業でいうと正社員であればクビにすらなかなかならないかもしれないですね。なのでやりたくないんだったらやらないっていうのも一つの手で、もちろん約束を破っているわけだから、約束を破った人間として周りからは見られ、そういう対応を受けると、そこまで含めてやりたくないと思うときはやらなくていいんじゃないかと、そこまで踏まえてね、認識しているのであれば
やらなくていいと思うんですよね。で、現実的じゃないよと、そんなこと無理だろと、やっぱ約束守らないともうやっていけないよと思う人が多いと思うんですけども、そこなんですよね。締め切りが近くなってくると、究極約束を破って信用を失うか、締め切りまでに終わらせるかっていう選択肢が出てきて、締め切りまでにやりたい、まあもしくは信用を失いたくないとかっていうしたいが生まれてくるんですよね。少なくとも信用を失いたくないからやるっていうのはさせられてないんですよね。信用を失わないためにやるっていうのは能動的、ある種能動的、今すぐやれでやるのはさせられているけども、自分自身が信用を失いたくないやろうっていうのはやろうだからさせられてないんですよね。やれって言われたタイミングでやるからさせられているような気持ちになるんだけども、自分がやろうって思うタイミングでやればさせられていないんですね。それは社会の構造とか仕事を振ってくるね方の、言い方とかそういう話ではなくて、自分自身がそこに対して望むタイミングのお話だったりすると思うので、タイミングを調整すればですね、させられない幸福っていうのは手に入ると思います。本日は以上です。またお会いしましょう。さようなら。